ラジカル開始剤とは、ラジカル反応を進めるために温和な反応条件で、ラジカルを発生させる化合物。ラジカル開始剤は一般に結合エネルギーの小さな弱い結合を持つ。工業的には、高分子合成の一手法である、ラジカル重合反応において、重合開始剤として用いられる。下記のようにいくつかのタイプへ分類できる。ジハロゲン分子は、 ハロゲンマイナスハロゲン結合のホモリシスにより2個のハロゲン原子ラジカルへ分かれる。例えば塩素分子からは紫外線の照射により2個の塩素ラジカルが発生する。これはアルカンのハロゲン化で利用される。アゾ化合物は熱または光により2個の炭素ラジカルと窒素分子に分解する。例えばアゾビスイソブチロニトリルはシアノイソプロピルラジカルへとアブシアンは シアノシクロヘキシルラジカルへと分解し、ラジカル反応を開始させる。有機化酸化物は大結合を持ち、そこが熱によって酸素ラジカルへと分解する。オキシルラジカルローは不安定であり、さらなる分解を起こして、より安定な炭素ラジカルへと変わるとされる。例えばジタート。 ブチルペルオキシドやタート、ブチルヒドロッペルオキシドが熱分解して発生するタートブチルオキシルラジカルは続いてメチルラジカルとアセトンへと分解する。過酸化ベンゾイル OSF はベンゾイルオキシルラジカル O へと分解するが続いて二酸化炭素を有利してフェニルラジカルへと変わる。メチルエチルケトンから得られるメチルエチルケトンペルオキシドも開始剤として用いられる。 低温でラジカルを発生させられる主役として、過酸化水素と鉄塩、鉄炎、火硫酸塩とアリウ酸水素ナトリウムなど、酸化剤と還元剤の組み合わせが用いられる。これを、レドックス開始剤と呼ぶ。トリエチルボランやジエチルアエンもラジカル開始剤として、低温で働く。アゾ化合物や有機過酸化物などのラジカル開始剤は、不安定であるため、冷暗所や冷蔵庫に保管される。 爆発の恐れに注意して取り扱われる。ありがとうございます。